皆様こんにちは、望月あかりです。今回私がオンラインレッスンでお教えするのはパブリックスピーキング、つまり人前で話す時のテクニックです。皆様の中には人前で話す時少し不安を感じたり緊張したり様々な問題を抱えている方がいらっしゃると思います。私は普段演歌歌手の仕事をしながら、それと同時に司会を任されることもあります。数万人規模のイベントやお祭りなどで私がスピーチをしたりないしは司会をしたりするときに心がけていること、そしてそのテクニックなど様々な方法でこのパブリックスピーキングを乗り越えてまいりました。多くの方がこのレッスンを受けていただけるように内容を工夫し構成を考えてまいります。どうぞ皆様のご参加お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。